国債発行と聞くと、皆さん、ドン引きするかもしれない、借金増やすのかって、日本は自国通貨で国債を発行している、すって返せばいい、簡単だろって、またむちゃくちゃなこと言ってるわ、この人って思っちゃうんですけど、ごめんなさい、これだけは間違ってないんです、この人、政府と日本銀行が連合軍で200兆円という対策費を売った、このコロナに対して、 子供たちの世代に付けを回すなと批判があるとでも必ずしもその批判は正しくない政府が発行する国債は日本銀行がほぼ買い取ってくれている日本銀行っていうのは政府の言ってみれば子会社の関係にある連結決算上実はこれは政府の債務にもならないですから孫や子の代に付けを回すなこれは正しくないんだ 今、山本さんの話、いろいろ聞かせていただいて、やっぱ消費税は廃止とか、ガソリン税ゼロとか、まあ、教育不備無償化だったりとか、いろいろ本当に聞いてて、その通りだなとかいいないいな、いいなとは思うんですけども、実際、それは全部、実際に現実的に可能、全部できるっていうか、網羅的に全部できることなんでしょうかっていうのと、今、現在してない理由っていうのは、山本さんはどう、なぜかって思うのと、うん、そうですね。 そこちょっととお聞きしたいいですありがとうございますまず、それできるのか、つまりは財源の話、でもう一つは、えー、それがあなたができるというならば、なぜ今やらないのか、政治家たちがという2点だと思うんですね、じゃあ、まず財源の話からいきましょうか、端的に言いますね、1年間の予算ってだい100兆円近いんですよね、毎年予算が増えていっていることにすごく否定的な報道、こんなにでかくなっちゃってみたいな報道があるんですけど、あれ間違いです。 どの国も予算は前年度よりでかくなるんですどうしてかっつったら去年よりも今年成長させようと思ったら去年の投資よりも投資額増やさなきゃダメじゃないですかどの国も前年度よりも予算が増えるっていうのは当たり前の話逆に言ったら日本の報道かなりおかしいんです国が積極財政するってことに対してとにかくブレーキをかけさせるようなイメージが悪いことをルフしているってことテレビ新聞からは本当のことは流れません 一年間の予算が100兆円ぐらいで、あなたたち一体どうやってやるんですかと。もう100兆円の行き先全部決まってるじゃないですか、例えばね。あなたたちが言ってることは、プラスいくらか追加しなきゃダメですよねっていう部分をどうやって補っていくかってことをちょっと話したいと思います。端的に言えば、国債発行。国債発行と聞くと、皆さんドン引きするかもしれない。借金増やすのかって。でもこの借金っていう考え方が、伝えられ方が間違ってるんです。 自分の借金と考えちゃうじゃないですか、みんな。例えば、誰かに10万円借りた、この10万円は返さなきゃだめですよね、そう思っちゃう。自分の個人というレベル、家の家計というレベルで、国家財政を同じように考えちゃうんです、これ間違いなんです、全然主体が違う。国家っていうのは、自分でお金を作れるんです、当然ですよね、皆様持ってるお金は国家が作ったものです。 それを考えたとしたら、当然、国家が破綻する。お金が返せなくなりますっていう状態には陥らないんです。で、まず見ていただきたいのごめん。それじゃなくて、麻生のやつ麻生さんのやつ見ようか。麻生とか言っちゃった。麻生太郎さんが2013年、副総理やってた時ですね、財務大臣。その時にご発言なさった、その内容です。読みます。日本は自国通貨で国債を発行している。 すって返せばいい、簡単だろって、国の借金が膨らんでるじゃないですかっていう質問に対して、日本は自国通貨、円で国債発行してんだから、返さなきゃいけないのか、返さなきゃいけないんだったら、円すりゃいいだけの話だろうって、何か問題あるのかっていう話をされたんです、こういう話をすると、またむちゃくちゃなこと言ってるわ、この人って思っちゃうんですけど、ごめんなさい、これだけは間違ってないんです、この人。 これだけは間違ってない。じゃあ、この人が間違ってないってことを証明するために他の方のお言葉を聞きたいと思います。こちら。日本でいう日本銀行。アメリカで言うんだったら FRB。FRB の議長、アラン・グリーンスパンさん。読みます。米国はいつでもお金を印刷できるので、負債を支払うことができる。従って、デフォルト。支払い負の。 デフォルトの確率はゼロである。同じこと言ってるんです、麻生さんと。日本という国には円がある、アメリカにはドルがあり、イギリスにはポンドがある、自国通貨を持っている国であるならば、その通貨が、例えば固定されていない、固定相場ではなく変動相場っていうところに変わってるわけです。そういう国であるならば、社会にお金が回っていない、足りないっていうときには、自分たちのお金を増やして、必要なところに、 追加していけるんですよ。これが経済政策なんです。それってお前、安倍さんが言ってることとほとんど変わんないじゃないか。アベノミクスとか信用できないって方いらっしゃるんですけど、ここ冷静に聞いてほしいんです。アベノミクスっていう、安倍っていう名前がついてるだけで信用できないって方々は考え方をちょっと変えていただきたい。アベノミクス第一のやって何かって言ったら、異次元の金融緩和、お金の量を増やしましょうっていう話なんです。アベノミクス第二のやって何かって言ったら、機動的な財政出動。 お金を多く投下していきましょうってことなんです。で、第三の矢っていうのはもうどうでもいいんです。第一の矢、第二の矢。金が足らんねやで、金増やそうや。いるところにお金入れていこうやっていう、これだけのことなんです。これって当たり前の経済政策なんです。世界中で行われてる。コロナの時にどの国でもやられましたよね。コロナの時にどの国でも、特に先進国では手厚くやってったわけですよ。じゃなきゃ社会壊れるから。 人々が失業し、会社が倒れ、みたいな状態になっちゃったら、どんどんその国の供給能力が壊れていくわけですね。ってなっちゃったら、社会壊れちゃったら、これ国守れませんよね。だからこそ倒れる前に倒さないっていうような手当てをする。人が死なないように生活できていくようにお金を入れていくってことをコロナ禍やってったってことです。 アベノミクスっぽいなと思われた方、安倍さんが勝手に自分の名前つけただけっていうことですから、これは当たり前の、社会にお金が回ってないときには、金を増やし、投下していくっていう、当然の経済政策だってことを、まずお伝えします、で、その安倍さんが総理大臣を辞めた後に全国を回って、何かしら講演みたいなものをやられてたようなんですね、で安倍さんの発言をもとに、ちょっと、私、安倍さんには様々な政策で否定的なことが多いんです。 でもあの方がここで言われていることは間違ってません、行きます安倍元総理、コロナ長期化、思い切った経済対策をってことを言ってるんですね、総理の座から降りて、はい、政府と日本銀行が、連合軍で200兆円という対策費を売った、このコロナに対して、子どもたちの世代にツケを回すなと批判があると、国債発行とは何事か、借金なんて許せん、そういう声があるって話なんですね。 でも、必ずしもその批判は正しくない、政府が発行する国債は、日本銀行がほぼ買い取ってくれている、そう言ってるんです、どういうことですかって言うと、国債の流れっていうのをちょっと説明したいと思います、簡単に、まず政府が国債を発行しますということですね、まず出発点、政府です、で、それを買うのは誰ですかってことなんですけど、民間の金融機関が大体買うんです。 続いて、民間の金融機関が持っている国債を誰が買いますかってことですけど、今の説明だったら、日銀が買いますって話になるんです。国債の流れはこう、この時点でですよ、お金借りてますという立場の人は誰ですかお金借りてますっていう立場、事実上はまだ違うんですけど、お金借りてますって立場は政府ですよね、国債発行してるんだから。ここは変わらないんです。 お金貸してますっていう立場の人は、まずは民間金融機関になるんだけど、その後日銀になるよ。そういう流れなんですね、これ。政府が国債を出す、民間金融機関が買う。その民間金融機関が持ってる国債を日銀がさらに買うっていう流れですよってことです。はい、先に行きます。国債の流れはこう。政府から民間の機関に。で、民間の金融機関から日銀に国債が売られるっていう行為。 これ、日銀が国債を買い取りますっていう話ですよね、買いオペって呼ばれるらしいです、買いオペをしたら、あることが起きます、お金を借りている政府は、お金を貸してくれている日銀に対して、利息を支払います、で、利息が日銀に支払われた後に、なんと、日銀は諸経費をさっぴいて、残りのお金を国庫に戻すんです。お金を借りている人は政府 お金を貸してくれている人は日銀という関係性だから政府は利息を日銀に払うんだけれども日銀の中に入ったお金は諸経費をさっぴいて国庫に戻るんです。こういうシステムなんです。そんなの先じゃないかよって言われる方はごめんなさい。これ大体多くの世界の中央銀行日本政府と日銀みたいな関係性のところはこういうやり方なんです。お金はぐるぐる回ってるだけだよってこと。 そういうことなんですね。日銀が国債を買い取るということは事実上、国の借金を日銀が支払っていることになる。言い方が悪いのでちゃんと言いますね。日銀が国債を買い取る部分は、借金であっても、財政への負担がないっていうことになるんです。はい。安倍さんは続けます。日本銀行っていうのは政府の言ってみれば、子会社の関係にある。 連結決算上、実はこれは政府の債務にもならないですから、孫や子の代につけを回すな、これは正しくないんだ、言ってること間違ってないんです、テレビと言ってること違いますよ、テレビ、新聞はこういう言い方しないけれども、事実、お金はこのような扱いになってる、ただ一つだけ、一つというか二つだけ、副作用が考えられるってことを言ってます、それはインフレがどんどん進んでいく。 インフレが進んでいく可能性そしてもう1点は円の価値これがどんどん落ちていくっていう可能性でも皆さんそんなことなってますか全くそんなことなってないでしょってことをこの時おっしゃったんです2020年当初予算当初予算で国債発行決まったのが32.6兆円この時にはコロナの対策費はほとんど入ってないんですよね 32.6兆円で国債発行。続いて、第1次補正予算、4月に25.7兆円。続いて、第2次補正予算、31.9兆円。これ全部国債ですからね。で、第3次補正予算、約20兆円。さらに国債上積み。いくらになりましたか ?112 兆円なんです。112兆円国債発行してる。国が破綻するって言うんだったら、もうとっくに破綻してなきゃダメなんですよ。一方で、 例えばですけれども、じゃあその間に、金利はどうなってますかってこの人ちょっと破綻する可能性あるなとか、返済できない人だなって思われたら何が起こるかって言ったら、金利は上がるでしょ信用のない人にお金を貸すときには、金利高めに取りますよね。じゃあ、日本の金利はそのときどうなったんですか一つ一つお金を追加していったとき、まず3月、32.6兆円の国債発行したときの金利、10年もの。0.024%。 続いて、4月30日の一次補正予算で25.7兆円の時金利はいくらでしたか、マイナス0.04%、第二次補正で31.9兆円、これ追加したときにはいくらでしたか、0.021%、22.4兆円をさらに追加したときには、金利は0.041%、こんな状態なんですよ、つまり何かってったら、超低金利なんです、破綻なんてしようがないっていう、これ、マーケットの判断なんですよ、これは。 これって金利が低いっていうのは、昨日今日始まった話じゃなくて、もう何十年も金利が低いんです。この国は。ずっとなんです。はい。例えば2011年から見ても右肩下がりなんですね。20年間で見ても右肩下がりなんですよ。こんな状態。つまり何かって言ったら、こういう状態の間に様々なことをやらなきゃ、30年壊された社会は立て直せないんです。これやらなきゃダメなんですよ。 だから、とっとと出せばいいんです。で、このやり方が分かってる安倍さん、どうしてやらなかったんだと思いませんとっととやれよかったのに、やらなかったんですよ。一部はやりましたよ。例えばだけれど、えー、っと、国債発行を多めにしながら投下するお金は増えたんだけれども、みんなに届くような投下の仕方はせずに、お金は投下して社会にお金を回そうとしたんだけれども、消費税増税2回もやっちゃったみたいな。 アクセルとブレーキ一緒に踏むようなわけのわからないことをやっちゃった。これ多分財務省に対して弱みがあったんでしょうね。奥様が学校経営者と仲良くなって、いい土地ですから前に進めてくださいみたいなこともあったでしょ。で、それによって隠さなきゃいけないことで財務省を巻き込んで、これ公文書様々なものが改ざんされたりとか、果ては公務員自身に追い込んじゃったりとか。 そういう時に財務省がこれ、あの、増税っていうことを進めたい時にそこに反論できませんね。弱みに入れられてんだから。そういうことも手伝ったんじゃないかなとは思ってるんですけれども、何が言いたいかってことですけれども、今の状態で見たとしても、えー、例えばですけれども、長期国債利回り、これ10年もので見てみても、えー、0.395か。0.395。こんな状態です。で、円安になったっていう話がありますけど、 逆に言ったらこれは、これのやりすぎでそうなったのかってことじゃなくて、日米の金利差。アメリカは景気がバンバン良くなっててっていうようなところで、日本側はずっと価値が低い国のままなんですよ。この数十年。価値のあるものと価値のないものどちらを買いますか投資家があなただったらってことだったら。当然価値のあるものを買っていきますよね。金利差はさらに開く。この金利差を縮めれば、当然この為替っていうところにも影響が及ぼすわけだから、これ日本の金利を、 ただただ上げるっていう判断でやっちゃったら中小企業潰れるんですよ。たださえ自転車創業で借り入れできなくなっちゃいますよ。住宅ローンも上がっちゃう。で、立憲民主党みたいなところは結局金利を上げろ的な経済政策っぽいことを言うわけですね。日銀はけしからんみたいなこと言い出して。分かってないんです全然何も。日銀はやれることを全部やってる。やらなきゃいけないことは何か。これまでやられていない。 財政出動、日本の経済の回復、日本国内の経済の回復、内需の回復っていうものをやらっていかなきゃいけないということですね、やれるかやれないかっ,ったら、やれるんです、先ほど見ていただいた通り、112兆円追加で出してますからね、それを考えたとしたら、全然やれるけれども、やらない、じゃあ、やらない理由は何なのかって考えたときに、これ、みんなの生活が豊かになるっていうのは、ある意味で、彼らにとっては権力を失うきっかけにもなり得るんですよ。 私はそう思ってるんですね。だってもう完成してるじゃない。今で。権力構造。ここまでメタメタな国になったとしても、ほとんどの人は文句言わないやん。逆に自分のせいだと思っちゃってる。これ小泉政権時代からこう新自由主義的なことがどんどん拡大していって、考え方としてもマインドとしても、もう染みついちゃってるんですね。コロナの時に様々な非正規な人たちがもう家を失って路上に出たんですよ。 でなんとかあの行政につなげようとして、じゃなかったらもう生きていけないじゃないですか、最初はいろんなサウナだったり、24時間の営業の店とかでみんな命つなぐんですよ、お金持ってるから、でもだんだんランクが下がってくんです、で、結局もう手持ち資金がなくなったら、外出ちゃうんですね、むっちゃ寒い時に、で、駅のターミナルのところで、もうこれ間違いな,どないだろうっていうぐらい荷物抱えてるんです、自分の持てる家財道具全部持ってるんです。 そんな人たちがいっぱいいて、で一番年いってる人が所在なげにしてるから声かけたんですよ、今日はこちらにお泊まりになるんですかって話をしてで、いろいろ事情を聞いて、自分が悪いんだって言い出すんですよ、だってコロナなのに自分が悪いなんて話にならないじゃないですか、何かしったら、この国で政治がどうしてもっと動かないんだとかっていうことで、人々が立ち上がったりとか、動かしたりっていう行動ってあんまり起きないんですよね。逆に言ったらもう完成されてんです統治が ここで底上げしていきながら、ちゃんと皆さんに、住まいは絶対に失わないような社会を作りますと。これだけたくさんマンションだったりアパートだったり空き家があるわけだから、あなたの収入がないときには家賃は取らない。あなたの収入が出てきたときには、その中で一部だけもらいますとか。例えば自分の収入が減ったときには、困ったときには生活分の扶助、足しでもらえる。 お母さんは食べずに子供だけ食べさすみたいな収入が減ったからとかっていうようなこともなくなるわけですよ。そういうような形にすれば。生活保護っていうのを全部ばらして、全て失った時点でしか受けられないってものじゃなくて、ちょっとつまづきそうになった時に国が、行政が助けてくれるようなシステムにすれば、安定するわけですね。様々なことをやればいいんですよ、本当は。けど、どうしてそれやらないのって聞かれた時に、それやったら、みんなが何があっても尊厳守ってくれる国だなっていうふうになってきたら。 困ったときには、すぐ手を差し伸べてくれる国になって、安定して、将来に不安がなくなるような国になっちゃったら、さらにいい国にしたいって、みんな口出ししてきますよ。今、口出しできないんですよ。目の前のことに必死だから。目の前の生活だけで精一杯政治の話なんて聞きたくもない。当たり前ですよ。朝から、遅くまで働いて、入る余地ないですよね、普通は。私、統治する者たちっていうのは、それぐらいの考えを持ってんだろうなっていうふうに思うんです。 完全なもう権力構造。これを今更変えようなんて思いませんよ。だから言うわけでしょ、国会議員が。若い奴ら家で寝といてほしい、選挙の時にもあって。丸バレですよ、言ってること。投票率が低くなれば低くな,低くなるほど自分たち勝つんですから。どっちにしても勝つけどね。増税しますって言っても勝つんですから。ある意味で統治は完了してる。これだけ働き方壊しても何しても。だからやらないな。だから自分たちの周りにしか金出さない。112兆も吸っといて。 あなたの手元にいくら届いたよって話ですよ。それを一回だけじゃなくて、さらにできるはずなんですよ、だって。私は一年間の予算100兆円に加えて、もう100兆円レベルでお金出せると思ってます。でも来年は同じ100兆出せるかどうかわからない。ひょっとしたら70%ぐらいになるかもしれない。どうしてかっていうと、景気が良くなりすぎた場合には、お金注入するのを抑えなきゃダメになるんです。だから例えば消費税をやめるっ言ったら26兆円。 教育費無償化5兆円とか、介護、保育っていうところに対して、全産業平均並みに賃金上げるみたいなことで、おそらくこれも5兆円近く、まだまだやれることいっぱいありますよ、こういうふうに積み上げていったら、社会にお金が回る速度っていうのは、ちょっと速くなりますよね、まあ、もちろん賃金上がったからって、そのまま全部使う人っていうのはなかなかいないから、そこは緩やかに社会に流れていきながらっていうことになっていくんですけど、経済状況を見ていきながら、予測していきながら、 お金を投入するタイミングだったりとか政策っていうものを考えていく必要があるってことですね。で、社会にお金が溢れそうな時にはお金をまびくって言いました。徴税。お金が溢れたらインフレ行きすぎるから徴税するんだよって順番はどう、どういうふうに取るんですかさ、金持ちですよ。儲かってるとこからですよ。それを累進性。儲かってれば儲かってるほど 税率が上がっていくっていう累進性にしていくっていうのを事前にこれはセッティングしなきゃダメなんですね。そうすれば自動的にお金を調整してくれる。溢れすぎる前に間引くっていうことが可能になると。だからお金を出すだけじゃなくてその前に税制っていう部分もいじらなきゃいけないっていう話なんですけどね。こんなところです。これをやるためにはやっぱり政権取るしかないんですけどね。はっきり言っちゃえば。 でもできないことじゃない。私たち、令和新選組が言っていることは口頭向けじゃなくて、もうすでにやられてますよね。財務省が、これまでの政府が、出す先が違うだけの話でってことなんですね。そういうことです。ありがとうございます。